こんにちは。群馬県の嬬恋村という群馬県の北西部からやってきました。まあ、実はですね、小田博之さんと私はですね、今ユニットを組んでおりまして、小田ジョモッコというユニットを組んでおりますね。小田ジョモッコっていう、お調子者っていうんですよね。小田ジョモッコっていうのを、はい、小田さんとジョージで小田ジョモッコ、要はお調子者の2人で組んでますよ。このユニットの名前をつけてくれたのが荻野浜中学校、中学1年生の頃に朝10時だったよね、つけてくれました。はい、もう小田さんは実はその震災があったその年から5年間ずっとですね、定期的に石巻に訪れて、時には女川だったりいろんなところに行って、その中学校のね、応援だったりとか先生や西野さん、ずっと寄り添って支援を続けられてるんですね。で、その支援を続けてる中でこの日進会に来ていただいた時に、まあ、音楽やってるんだから一緒にやろうよということでご縁をいただいて、心の復興プロジェクトというのを目指して我々の活動させていただいてます。実は前回石巻にお邪魔したのが去年の9月にお邪魔したんですね。で、その時に痛感したものは本当にもう目に見えるものではなくて目に見えないものが本当に大事なんだなというので、一緒に時間を共有したり一緒にこうやって空間を共有したりするということが本当に大事なのかなということを本当に痛感させていただいております。
広がっていくんじゃないかなっていうのは、やっぱそれは会社の経営に対してもそうなんですけども、経営者がこんな顔してたらみんなこんな顔するんですよね。でもね、どんなに大雪降ってても大丈夫だよ、みんなで除雪頑張ろうよ、それでも来るお客さんいるんだからみんなで一生懸命お客さんをお出迎えしましょうよって言えば力が発揮できるんです。だから僕はいつもそういう風にですね、いろんなところにお呼ばれされた時に、まあ、自分ができることとかメッセージができること何かなっていう風に思った時に、本当に素直だったり謙虚だったり感謝の気持ちを持ってるだけで、別に自分が神様知らなくても仏様知らなくても、それだけで多分日本はどんどん平和になっていくんだなってすごく思いました。それが欠如した時に、あれが欲しいこれが欲しい奪い合って人間関係が壊れていくのかなってすごくこう感じます。小さな小さな温泉郷でございます。なんとお宿7軒しかあります。で、そこに湧いている温泉、実はですね、この温泉は酸性の硫黄泉というお風呂なんですね。で、その酸性の硫黄泉は実は白根火山という火山があるんですけども、その火山の噴火口から流れる硫化水素、その活動がなければ実は温泉絶対湧かないんですね。で、我々が使ってる万座で使ってるお水も実は山の水、全部山の水です。もし山の水が寸断されてしまったら、トイレもお皿1枚洗うことすらできないんですね。つまり自然、神様が作った自然がなければ実は万座は存続することが不可能なんです。どんなに人の手がかかっても絶対にできないんですね。だそういうところでやってるから150年間お宿ができてるのかなというふうに感謝を持ちながらですね、日々行わせていただいておりました。小田博之さん、彼がですね、その沖ノ浜中学校というところの応援歌を作ったんですね。で、沖ノ浜中学校って実は全校生徒16人しかないんですね。まあ本当にいろいろ話を聞くとですね、心の復興って、我々は本当こう強い信念を持って話を聞くことするんですけど、話を聞けば聞くほどですね、言葉が出なくなってしまうんですね。僕らなんかにはこう想像できないような痛みとか苦しみがまだまだある。でも少しでもその方々のこれから先の未来が笑顔で楽しいものになれば、そういうことのお手伝いだったら惜しみなくできるかなというふうに思って、ここの方を目指して行わせていただいております。大自然に囲まれた小見の浜中学校、そのテーマソングでございます。山田博之さんが作曲されました希望の鐘という曲を聴いてください。桜の花舞う頃、海と山
まあ、小田博之さん曰くですね、この曲は僕らの曲ではなくて帯浜中学校の曲であり、もう長い目で見ればですね、本当に震災で被災された方々、その若い人たちのテーマソングなんだという思いで、いろんなところで今演奏をされております。ぜひ皆さんもこの希望の鐘をね、覚えていただいて、いつかですね、また皆さんの前でも一緒になって歌うことができたら幸せだなと